これ USB Type-C だよね。はい、どうも石原でございます。ということで今回の動画では iPhone 15 Pro の USB-C 搭載の本物の画像が流出しました。そして iPhone 14 Pro Max の実際の値段は約6万2000円でしたという最新情報をお届けしたいと思います。そしてこのチャンネルでは2023年最速の iPhone 15 のニュースや噂、新型 Apple Watch とか iPad Pro などの Apple の最新情報に加え、実際に購入した iPhone やガジェットのレビュー、さらにはおすすめの商品紹介などの動画を投稿していますので、ぜひサクッとテック系ニュースをチェックしたい方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで冒頭で皆さんにご紹介したこちらのiPhone 15 Pro の本物の画像ということで、これは海外メディアの Apple Insider が報じた内容なんですけども、これね、あるリーカーが USB Type-C ポートの実際のクローズアップ写真ですということでこのように共有しております。これはレンダリング画像とかコンセプト画像とかそういうものではなくて、本物の実際の画像である、外観であるということをね、こうツイッターで投稿しています。はい。まじまじと見てください。これは、実際のものですよね。iPhone 15 Pro ということで、はい。このね、USB Type-C の特徴である、真ん中にね、こう差し込み口があるというか、ライトニングというものは、こう、わかるかな。ここね、差し込むんで空洞がないんですよ。ここに空洞がない。で、USB Type-C は空洞がここにね、真ん中、先っぽにあるので、はい、このような本物の画像と言われている、ここにガチンと差し込まれるわけでございます。いや、これ、もう完全に USB Type-C だよねってことなんですよ。はい。で、よく見ると、しかもチタン素材を使っているということなので、まあ、iPhone シリーズね、歴代 iPhone 13も14もチタンを使うんじゃないかと言われていたんですけども、使われずに今来てるんですけども、iPhone 15 Pro でようやくチタン素材が使われてくるんじゃないかということなんですけど、iPhone シリーズに USB Type-C 搭載、心待ちにしている方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕自身も過去にね、動画でお伝えした通り、USB Type-C 搭載を望んでいるわけですよ。で、USB Type-C の搭載が iPhone でなぜね、すぐに対応できないのかというと、はい、ライトニングの規格でサードパーティー製のものってあるんで、まあ、契約とかね、いろいろね、こう大人の事情でなかなか一気に、USB Type-C に変えられないわけなんですよね。ライトニングを使った各種アクセサリーが発売されているので、パパッとは変えられない。ただ、去年の年末ぐらいからお伝えしている通り、欧州連合が2024年の年末から USB Type-C をスマートフォンとか各種デバイスでは搭載してくださいよ、搭載しないと欧州で販売できませんよっていうね、ルールを決定づけましたので、 iPhone が2024年の年末からライトニングポートだと販売できないということになるので、あ、これはちょっともうライトニングじゃなくて USB Type-C にしなければならないというね、まあ、Apple 社が重い腰が上がって USB Type-C の可能性が急浮上しているわけなんですよ。で、そこに来てこの本物の画像、いやいや、今年の iPhone 15、 これね、プロシリーズと言われているから、 iPhone 15の標準モデルにライトニングでプロに USB Type-C というちょっと複雑なパターンになる可能性もあるんじゃないかって思うんですけども、ちょっとね、 USB Type-C に関しての搭載の可能性がこの本物の画像と言われる流出したリークの画像が本当に本物であるならば可能性非常に高くなってきた。で、1月のね、中旬ぐらいに皆さんにご紹介したと思うんですけど、 iPhone 15の初期モデルの生産が開始されたっていうことを皆さんに伝えました。そう、初期ロットが生産されて、まあ、デザインとかね、形とか動作とかそういうものをしっかりとテストするためにね、初期ロットが、生産開始されました。で、これがまさしく初期ロットじゃないかと、最初のモデル、コンセプトモデルというかじゃないかということなんですよ。で、 CAD のデータも出ていて、イアン・ゼルボという方が投稿してるんですけど、 USB Type-C 搭載、はい、このようにガチコーンと
USB Type-C 挟まって、はい、USB Type-C ありがとうと、ティム・クックが出てきているわけなんですよ。ようやく USB Type-C 搭載したよっていう、ちょっとこうね、パロディーな動画になってますけど、ちょっとね、今年はね、iPhone 15 Pro、とにかく今、このね、本物の画像はプロなので、プロに USB Type-C が搭載される可能性がかなり高まってきたんじゃないかという情報でございました。はい、そして iPhone 14 Pro Max の実際の値段が約6万2000円だったという情報なんですけども、これは CNET Japan が報じた内容で、ね、去年もね、出ているんですけども、iPhone 14 Pro Max の部品コスト、ね、本体のコストが約6万2000円だったという調査結果が出たということになっているんですけども、まあ、日本では16万4800円なので、その16万4800円の中の6万1700円、まあ、6万2000円ぐらいが部品コストということが分かってきたと。で、部品コスト6万2000円ってめちゃめちゃね、まあ、安くて16万で販売してるのは10万の利益じゃないかと思われると思うんですけども、まあ、そうではないですよと。まあ、本体のコストの価格ということにもあって、生産とか流通、まあ、広告なんかの費用はこの中にも入っていないので、実質本体の値段は6万2000円かもしれませんけど、配送したり宣伝したり、そのような広告費はこの本体のね、値段には入っていないよということになってます。で、ああ、そのぐらいかかってるんだっていう話で終わらないんですよ。はい、ちょっとね、気になるんですけども、これ実は iPhone 13 Pro Max と iPhone 14 Pro Max、 これね、部品コスト14 Pro Max 増えてるんですよ。増えてます。 3.7% コストが上がっていると。だから、まあ、値上げも行われた。これは円安の影響もあるんですけど、値上げが行われた。つまり、そうです。iPhone 15 Pro Max の部品コストのパーセンテージも増えてしまって、イコール値上がりするんじゃないかというね、そういうことが考えられるわけです。まあ、多分ね、iPhone 15 Pro、ペリスコープレンズとか A17 チップとか、チタン素材が使われる、 USB Type-C が搭載、こうなってくると、ちょっと値上げの可能性がかなり高くなってきそうかなというね、ちょっと面白いニュースなんだけど、ちょっと大丈夫かっていう心配になるようなニュースでございました。またテック好き石原さんでは LINE 公式をやっておりまして、 iPhone の使い方とか悩み事、相談、プレゼント企画とか、コンテンツとかサービスなんかの提供などなど、完全個別で対応していますので、ぜひ iPhone をもっと便利に使いたい方、そして私を応援していただける方は、お気軽に友達追加よろしくお願いします。まあ、友達追加していただければ、このようにね、iPhone のやっておくべき基本設定なんかの、まあ、情報をまず皆さんにご覧いただいていますので、ぜひ概要欄よりテック好き石原さんの LINE 公式、友達追加よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。